こんにちは、ゲルです。ちょっとね、右目が物もらいな感じで、なんか腫れてますけども、体は元気ですので、気にせずにコメント読んでいこうと思います。じゃあですね、両手バックハンド完全版ゴールデンウィーク中に克服せよっていう動画のコメントで、金子さんからコメントをいただきました。説明が上手なので、軟式課外の77歳でも、両手バックハンド挑戦したくなりますということでコメントをいただきました。ありがとうございます。まあ、両手バックはですね、正直一番習得をさせようと思った時に一番早くできるので、教える難易度は簡単なんだけど教えがいはないなみたいな、そういう感じなんですよね。それだったらちょっと難しいけど美しい片手バックしてほしいなという感じなんで、まあ、でも両手バックを刺激としてやってみるのは全然いいと思います。両手バックをした後に片手バックするといつもより楽だなとか、まあ、比較して違いが分かると思うので逆に両手バックのいいところも見つかるんじゃないかなと思うので、やってみるといいんじゃないかなと思います。じゃあ比較、パワー型と安定型の違い、試合で緊張してもパフォーマンスを落とさないフォアハンドという動画のコメントで、金子さんから、相手が若い子で打ち込んでくるので、安定系だけでしたが今度チャンスボール来たら攻撃系もやってみたいと思いますということで、そうですね、まあ、基本的にはベースは安定系、まあ、特に相手が打ち込んでくるなら安定系をベースにやっていいと思うんですけども、相手がもしこの粘ってくる系安定系だったら逆に、こっちも攻撃しようみたいな、そういう形がいいんじゃないかなと思います。参考にしていただければ。ビルさんから、コメントいただきました。私もイップス気味のフォアを20年ほどかけて克服しましたが格上に対抗して大振りになると起きやすいですよねってことで、20年かけたらすごいですね。僕も12年ぐらいかなかかったので、フォアが苦手な人はやっぱり構えが遅いというよりも、ラケットがインパクトに向けて出てくるタイミングが圧倒的に遅いですよねということで、そうそう、ラケットが自分が今から打つぞっていうこの自分が持ってるタイミングがあるとして、このタイミングに対してラケットがうわーってこう遅れてくるから、その、まあ、ちゃんと当たればボールはスピード出るんだけどもしずれたらとんでもないミスするみたいな感じになっちゃって、いつまでもテイクバック時点にラケットが残ってて、インパクト直前に前腕でラケットを引っ張り出してくるイメージなので、旗から見てると常に振り遅れてる状態に見えます。これはね、わかりますね。あの人ずっと振り遅れてるなみたいな、その人にとっては多分普通なんですけど、見てるこっちの客観的な映像はずっと振り遅れてるみたいな感じの方多いと思います。テイクバックからインパクトまでにラケットを加速させないとボールが飛ばないと本能的に思い込んでしまっているんでしょうね。フォームの改善は本能的な思い込みの改善から始めないとダメなので、時間かかりますよねってことで、そう、このね、この時間をどう自分に投資できるかっていうのがすごい大事なので、やっぱね、自分に投資できてない人っていうのはすごい多いので、ぜひね、やってほしいと思っています。ウィルさんみたいにね、そういう考え方の方が増えてほしいなと思っていますが、ちょっと待って、なんか左目もなんか見にくくなった気がします。大丈夫かな。はい。フォアスライス、あなただけの必殺技増やしませんかっていうライジングスライスアタックの動画のコメントで、H マスさんからコメントをいただきました。いつもありがとうございます。一つ質問させてください。左足を出す方向はボールを打ちたい方向との理解でよろしいでしょうかということで、これですね、ちょっと待って。フォアハンドのスライス、ライジングスライスか。ボールが地面につくタイミングと、右足とラケットのセット、右腕のセット合わせて、左足を出しながら打つってるんですけど、これはですね、ボールが飛んでいく方向じゃないです。ボールが飛んでいく方向を、例えばですね、なんていうか、腰が向いてる方向を通った方がいいかな。例えば、右斜め前に走りながら、クロスに打つってなった場合、想像してほしいんですけど、右の足をセットしました。自分が打ちたい方向はあっち。だけど、自分の腰、移動してる方がこっちだったら、こっちに足を出す。こっちに打ってクロス。間違いは、右足を軸セットして、こっち打ちたいから足をこっちってやると、わかりますかね。まあ、これ今説明した瞬間分かってくるんですけど、足を出す方向がボールを飛ばす方向と同じなのであれば、体が多分めちゃくちゃ開くので、
あのどっちかといったら普通のストロークと一緒で、ストライスと一緒で、イメージはもう右を向いた体の前側で左側に向かって飛ばすような、そんなイメージの方が間違いない。なので足はですね、今僕が言ったのは腰が向いてる方向って言ったんですけど、例えば相手のボールが深かった場合は斜め後ろに下がらないといけない。斜め後ろに下がりながら返す場合は左足は斜め後ろに出さないといけないし、自分が移動している方向に足を出すと思っていただいて、間違いないかなと思います。参考にしていただければ。じゃあテニスでかっこ悪くないっていう動画のコメントでケンケンさんからコメントをいただきました。個人の感想です。野球、サッカー、バスケなどについては大人になってゼロから始める方が少ない、プレイヤーはほとんどは経験者、中級者以上しかいない、使用する道具が時代に関わらずそこまで、変化していない、ウェアはシューズなど着用する用具は別、昔から技術やノウハウが変わりにくい、テニスやゴルフなどについては大人になってゼロから始める方が一定数いる、プレイヤーは、経験者、未経験者は混在、初心者から上級者まで様々、時代によって使用する用具の進化が著しい、技術やノウハウがその時々で異なる、古い技術が通用しなくなる、これらの差があるため、それらのスポーツを知らない人が素人目に見た時、美しい、かっこいいと思われるプレイヤーが、全体人競技人口に対して少ないのかなと思います。我々一般愛好家もテニスを知らない方が見た時にみんなかっこいいと思われるプレーをしていたら、もっとファンが増えそうですねってことで、これね、間違いないんじゃないかなと思います。要はサッカーだったりバスケだったり野球っていうのは子供の頃からやってる方が多いので、経験者が大人になってやってるからうまく見えるよねっていうのはあると思うので、そうね、でもテニス、ただ思うのは僕はバスケ全くやったことなくて、子供がバスケやってるので一緒にやってるんですけど、僕バスケ歴でいうと数回しかやったことないですけど、割とうまく見えると思います。結構もういろんなドリブルの種類も別にボール見ずにできるし、シュートもできるんですけど、テニスがもし同じ歴だった場合、バスケ、例えばじゃあバスケ経験で50回ぐらいだとして、テニス50回だと今のバスケ50回のレベル、パッと見の素人目で見たレベルまでは多分いけないと思うんですよね。って考えたらやっぱその難易度的には、習得難易度的にはバスケだったりサッカーの方が多分簡単、もちろん極めると全然簡単じゃないんですけど、習得までが簡単なのかな。でその時にやっぱりその体を使う、さっき言った、じゃあバスケ、あ、昨日も言ったか、バスケとかサッカーっていうのは道具を使わないからっていうのはやっぱ僕は一番じゃないかなと思います。ただ確かに時代によって道具も違うし技術も違うっていうのは確かに言えることだと思いますね。ラケットがね、進化してラケット進化してストリング進化して、それによってスピンが流行ってて、スピンが有効になって、パワーテニスが有効になってっていうのはあるので、それはあると思います。で、秋田野さんから、ジュニアの練習を見ていると惚れ惚れするぐらい綺麗な打ち方をしている子多いですよね、それに比べて大人は…スクールで、綺麗に打つことにこだわっている人はまだ少ないですが、自己満足であってもいつまでもこだわりたいですね。テニスで結果を出すためにも、美しい理にかなった打ち方は急がば回りだと信じています。ということで、これですね、ちょっと人先になるのは、ジュニアの練習で惚れ惚れするぐらい綺麗な打ち方してる子はですね、多いかなって僕は思っています。小学生とか、うまい子たちでも、なんだろうな、こう例えばですけど、じゃあ子供たちが多いのは、身長がちっちゃくてボールを打たないといけないから、こうグリップ厚くてラケットをすごいこう後ろの方から引っ張り出して打つ子ってめちゃくちゃ多いですよね。なんていうかな、腕をこうぶっ潰してしまってこうやって打つ子もいるし、それが例えばですけど、こう打ってるかこう打ってるかどっちがいいかって言ったらこうですってなった時に、やっぱりね、一番はね、道具と思うんですよね。その道具があるから、もしテニスがラケットなしで手で打つスポーツだったら、こんな風に打つ人いないと思うんですよね。
こうやって打とうかなってなる人のが少ない、あ、すごい多くなると思います。あの腕の長さってこうあると思うんで、あのその時にやっぱね道具がね、こう手で打つならこれぐらいかなっていう距離感をわざわざこう短くしてやってるような人が結構多いので、うん、道具のこの長さだったり重さがねこの変な動きをさせてるんじゃないのかなとか思ったりするんですけどね。シャウン藤木さんから、コメントいらっしゃる。ちょっと読み方合ってるか分かんないですけども、テニスゴルフはそんな気がします、個人競技だからってことで、個人競技だからっていうのは関係ないかなと思うんですけどね。関係あるかな、個人競技だからっていうので話すなら、何があるっけな、何があるかな、それだったらランニングとか、マラソンとか水泳とか。でもマラソン水泳も結局道具使わないから、あのホーム校舎はいいよねってありますよね。水泳で泳ぐときにあの肩を使った方があの泳げるのは分かると思うんですけど、例えばこうやってこうやって泳いでたら、まあ、犬かきがあの採用されないというか、犬かきでレースしましょうっていうのは採用されないのは多分これ効率よくないからじゃないかなと思いますよね。クロールのが自由形って言って、水泳の自由形って言って皆さんクロール泳ぎますけど、犬かきでめちゃくちゃ走る泳ぐ人はいないと思うんで、そうで個人競技だからって関係あるかなっていう感じがします。じゃあですね、比較、パワー型と安定型の違い、試合で緊張してもパフォーマンスを落とさないフォアハンド、坂本はっちゃんさんからコメントいただきました。勘違いしてたかもしれないのですが、パワー型の時は、頭屈意識はなくていいですか、尺屈しない程度には固定した方がいいのかなと思って考えていましたということで、実際にはですね、パワー型の場合っていうのは、ベースとしては頭屈をキープしといて肩を回すのをベースにしたいなんですけど、パワー型の場合はどうしますね、背屈と尺屈が入ります。尺屈は薄いんですけどね、背屈がメインで尺屈が若干入ります。この時頭屈は、打つ時入りますけどね、この打つ時っていうのは尺屈背屈に入った後、今からラケット立ち上がる時に頭屈側に入り込みはするんですけども、ダメなのはこの後背屈強め、尺屈少なめが正解だとして、背屈少なめ、尺屈強め、これになると怪我するので、注意していただきたい。こっち、そして背屈強めの尺屈が入るのはいいんですけど、背屈弱めの尺屈入るのはまずいと思いながら、練習ができればと思います。ちょっとね、腕がね、これ汗もというかめちゃくちゃ痒くてかきまくってたので、ね、ちょっと今ちょっとジュクジュクなってるんで、今乾燥させます。じゃあですね、秋太郎さんからコメントいただきました。いつもありがとうございます。昔フォアイップスになったことがあり、アップし始めの時間帯、ショートラリーの時ラケットがめちゃくちゃ暴れてしまうことがよくあります。安定型で手首を固める固定するように意識したら大丈夫な気がしてきました。次回試してみます、ありがとうございますということで、コメントをいただきました。庭柱様のショートラリーの時の方がロングラリーに比べて打ち方が分からなくなる時がありますということで、ショートラリーができない上級者の方も割といるんですよね。上級者って言ってもさすがにプロの選手とかではいないかもしれないですけども、テニススクールの上級クラスとかでもロングラリーは全然問題ないけど、ミニラリー、ショートラリーになった瞬間に全然こう打てない人もいるので、そういう方はやっぱ打ち方にすごい結構根本的な原因があるなっていうのがあるので、ミニラリーはねやっぱねちゃんとできるようにやった方がいいかなと思います。まあね、先にそう手先を固めて肩を動かす練習をで意識できれば、いや下に振ってトップスピンを打つっていう動画のコメントで、スイングビルダーさんからコメントいただきました。ナクさんですね、これはマジで意味わからなかった。サーブいいコースに行ってイレギュラーくらいの高いバウンドになったと思ったら逆クロスに、刺さってきて笑っちゃったやつってことで、このショート動画は、スイングビルダーナクさんとの試合の動画なので、まあ、あれはね、たまたま狙ったけどそんないいとこ狙ってはなかったみたいな
んなポイントでした。またちょっとねお会いできるの楽しみにしております。じゃあテニスってかっこ悪くないっていう動画のコメントで A0731 さんから、長文乱文ご了承くださいということで、たくさん書いてあるんでちょっと早口で読んでいきます。こういう価値観の話を共有できること大好きです。サッカー、バスケットなどは道具を使わない分、体を合理的に、使わないと、上達できないから、一般のレベルでも美しいなと憧れの存在になれる方が多いという説、なるほどと思いました。何に対してかっこよくて、美しいと感じるかは、個人の価値観それぞれあるかと思いますが、私が今思う美しさとは、よどみない重みの流れです。テニスの場合も、重みが体の中心から末端へと流れていき、最後に道具、ラケットの先端を通って、ボールに重さが移り変わっていくのを、感じさせるフォームが美しいし強いと個人的に感じています。そのために、地面反力、重力、遠心力、身長反射、慣性力など、適時適切適量を使って重みを増幅させる、ラケットなんて最後末端の小さな経路にしか過ぎないのに、ラケットだけで何とかしようとしまうことが他のスポーツに比べて、一般レベルのフォームがダサくなる原因なのかもしれませんね。またテニスはラケットで球を引っ叩くスポーツという一般的なイメージが邪魔しているのかもしれません。美しくなっていく順序としては、引っ叩かないと球が飛ばない状態から、普通に打っても飛ばせることが分かって安心する状態から、打つだけではなく受け止めてから飛ばす感覚から、ヘッドスピードはかなり速いのに速さを感じさせない、打つというよりはボールに触る感覚で重みの流れをコントロールできる状態への発達過程で、道具だったラケットが次第に違和感のない体の一部として、溶け込んでくるため美しさが増していくなと思っています。そのために今出力 10% に抑えても質の高い伸びるラリーボールを維持するための、重みの流れ増幅を、模索して低速ラリーをコツコツ練習中。これを80歳になってもできる楽で美しいテニスにつなげていこうと、思って励んでいます。出力 10% というのがミソ結構難しい。油断するとすぐ、超過して力んでしまう。ギャルさんの動画は重みの流れ、増幅のさせ方の観点で毎回気づきはたくさんいただいていけてるので感謝しております。これからよろしくしますので、すごいこう長い文章なんですけども、すごい大事なところ、結局その、重みの流れですよね。太い関節から筋肉からこう先の方にこうなっていく、もちろん足からですけど、足から始まるのであるんですけど、ちょっと今映像的にあれなんで、先の方に重みが流れていく、この重みの流れが自然であることっていうのが、大事になっていくんですけども、その時にどうしてもね、このラケットで打つから、ラケットで打つってなりやすいんで、まずはねラケットを手の一部としてほしい、手の一部として使えるようにしてほしいので、そうなる時に例えばですよ、この前腕からラケットが一本の棒です、棒っていうのはこの一直線の棒じゃなくて、こういうラケットをこう握るとどうしても角度がつくんで、大体135度程度の角度がつくんで、この135度程度の角度をキープしたまま、肩と肘を使って、最初はこれ今肘曲がってますよね。肘曲がってて、肘がじゃあ伸びた。伸びて肩から先の一本の棒、この L 字みたいな棒をこう振るような感じになると、肩の動きが分かってきます。で、この肩の動きが分かった後に、じゃあ力の抜き入れが、手先の力の抜き入れが入ると、そこにしなりが生まれて、身長反射が生まれたり、いろんなのが出てくるので、まずはねその、結局その先の方ばっかり使う方多いので、まずはこの太い関節側を使えるようにしていきたい。じゃあ地面で足を蹴ればいいんじゃないかと思う方も多いんですけど、地面で足を蹴るのを先にしてしまうと、結局地面で足を蹴った先で脇を締めてこうやって打っちゃう方も多いので、結局肩を使えないとダメだよねという。これが理解できない方が多いというか、そうね、アンチの方ほどそこをすっ飛ばして地面を蹴ろみたいな、そんな感じになっちゃうので、地面蹴った方が大事なのは分かるんだけど、それよりも先にこっちでしょっていう感じが、ずっと言ってるんだけど、もう分かってもらえないので、もう諦めてます。諦めてる、そういう方には諦めてます。ちゃんとね習得したいと思ってる方にはどんどん言っていくので、これからもよろしくします。皆様の参考にしていただければ、とにかく重みの流れを感じていくためには、
少ない出力でどんだけ楽にボールを飛ばせるかなっていうのを覚えてほしいので、あの 100% の力感で打ってやるぜとかじゃなくて 10% の力でどんだけその力をきれいに伝えられるかなっていうのを考えるのが、大事になってくると思います。じゃあうどんさんから、ヤイローコーチの言われるかっこいい美しいフォームが楽に飛ばせて、しかも怪我のないテニスにつながることを感じています。ヤイローコーチの動画を参考に、少しずつですがかっこいいフォーム、美しいフォームを目指して試合に勝つというよりは、怪我のないテニスライフをできるだけ長くと思っています。いつもありがとうございますということでコメントいただきました。こういう風に考えれる方が増えていけるのはね、僕的にはすごく価値のある動画になるのかなと思っているので、まあ、今後もそういう風に広めていけたらなと思っています。ありがとうございます。まあ、これが分かんないという方もいるんですけど、まあ、分かんない方もね、こう無理にこう分からせようとするよりは分かっていただけてる方にどんどんこう情報を伝えればなと思っていますので、これからもよろしくします。ちょっとセカンド VS ヒグマ瑞希の動画のコメントで、ジュリさんからコメントをいただきました。パワーに自信がない方は我慢がおすすめ。お皿洗いながら思わず入っていってしまいましたので、そうですね、もう我慢、うん、いや我慢は大事ですよ。やっぱね、その、まあ、もちろんそのバシッと決めるのも大事ですけども、ボレーで決めるのも大事なんだけど、我慢我慢力っていうのは特に本番の試合では重要になるので、ぜひ頑張っていただければと思います。楽に打てる誰も教えてくれない片手バックボレーの教科書っていう動画のコメントで、シロちゃんさんからコメントをいただきました。毎回本当に参考になります。自主練のヒントがたくさんあるので助かりますのでコメントいただきました。ぜひね、古い動画になったとしても、大事なところは言ってるので、どんどん参考にしていただいて、レベルアップにつなげていただければと思います。じゃあテニスってかっこ悪くないっていう動画のコメントで、ナインツさんからコメントいただきました。運動音痴の50歳から初めてのスポーツで、運動音痴の50歳から初めてのスポーツで憧れのテニスを始めたものの、なんとハードルが高いんだと内心諦めていたところで、ヤイローコーチに出会い、ハードルがぐっと下げた分かりやすい指導に光を見出し、今に至っております。私がヤイローコーチについていきたいと初めに思ったのは、蝶のように舞い蜂のように刺す芸術的な美しいテニスが理想ですねということがきっかけでした。勝敗は一時のものですが、心身ともに健康でいられる障害スポーツとして一生ものの、フォームを私は目指したいです。王様の前で披露していたという歴史からも、紳士、なんて読むんだろう、なんとからしいメンタリティの、習得や優雅な芸術性も垣間見れるような怪我知らずの楽で美しいテニスをこれからもご指導よろしくお願い申し上げますので、コメントいただきました。あります。本当ね、ナイツさんね、一番最初初めましてで会った時から今に比べるともう全く違う人ですからね。本当本当思うのが、ナイツさんの一番最初初めましての時の映像を残しときゃよかったと思っています。あの映像と今の映像っていうのは僕のビフォーアフターぐらい違うかな、同じぐらいのレベルで違うので、本当はね残しときゃよかったなって、ずっと思ってます。じゃあこれからも、よろしくお願いします。トコミツさんから、コメントいただきました。ダサいフォームの人ほどスイング気にするなと言いますよね。誰とは言いませんが、超一流の人はほとんどかっこいいスイングということで、まさに、間違いないですね。本当この、なんだろうな、なんでそんな打ち方になっちゃったんだろうっていう方ほど本当フォーム気にするなパターンが多い。まあ、でも僕も昔はそうだったので、本当ね、フォームを美しくして、あの人に教わりたいなって思うような、そんなテニスができるようになってほしいなと思います。トコイチさんもね、だんだん良くなっていると思うので、さらにレベルアップしていただけると嬉しいですね。じゃあ最後、タケルームのコメントで5月6日ですね。ひさしんさんから、パースマッシュ何番か覚えていませんがカルロスモヤいませんでしたっけということで、パースマッシュ2ですね、カルロスモヤいました。僕パトリクラフター使ったんですけども、もういましたね。あと実際の選手は知らないんですが、ピオリーンって人がいたような、いましたピオリーンいました。だんだん僕も記憶が戻ってきますね。パワースマッシュ2、いやあのゲーム結構面白かったですけどね、またなんか久しぶりやりたい。ダイビングキャッチがね、特徴的なゲームです。
ボールがちょっとでも遠ければもうすぐダイビングキャッチするみたいな、そんな感じですね。じゃああ、ちょっと待ってよ、コメントありましたね。コメント読んでないコメントが1件ありました。テリスってかっこ悪くないっていう動画のコメントがありましたね。ちょっと待ってね、ちょっとお名前を見ないと分かんない。どこだ、あれ、ちょっと待ってね、新しい順にしないと出ないかな。出ましたね。N70106147010103 から、長いですね。一般愛好家レベルでの話ですが、プロの真似事みたいなテニスは見ててかっこよくないし面白くない。オムニなのにひたすらスピンボールっぽいのも、のベースラインで打ち合って駆け引きもなんもないってことで、これあれですよね、その一般テニス愛好家 の草塔とかで、その例えばドミニク・ティーム選手だったりラファエル・ナダル選手みたいにうわーみたいなやってる方結構いますよね。それ、確かにね、僕もその勝ちたいっていう気持ちだったり熱い気持ちっていうのはすぐ分かるんですけども、そのままやってたら怪我しちゃうんじゃないのかなみたいな心配になることがあります。面白くないことは僕はないんですけども、ないんですけど、大丈夫かなって心配になるので、ぜひ、ね、優雅にテニスをしていただきたいなと思っています。じゃあそんな感じですいません、今回はですねコメントがたくさんあったのでちょっと長くなっちゃったんですけども、ラジオ感覚で聞いていただければと思いますので、これからもよろしくします。そんな感じで、今回の、動画を終わります。また次の動画でお会いしましょう。いいねとコメントと、チャンネル登録お願いします。今日もね、朝から、一日中レッスンあるので、頑張っていこうと思います。ボイシーと X の、フォローもよろしくします。じゃあそんな感じで終わります。ありがとうございました。あなたのテニスがより早く効率よくレベルアップできるようにと思い、オンラインレッスンを立ち上げました。今ですね、毎月、いろんな県から、福岡の方にレッスンに来ていただいている方が、たくさんいます。で、そういう方はですね、どうしても、予定を組んで、福岡まで来て、レッスンをしてっていう、時間とお金がすごくかかるんですよね。なんで、そういう方を救えたらと思って、始めました。今、全国には、たくさん、悩んでいる方がいます。テニスもっと早く上達できないかな、今自分はどういう状態なのかなっていう方たくさんいるんで、そういう方を救いたいと思って、作ったので、気になる方は、詳細はですね、概要欄に載せているので、ぜひ見ていただければと思います。ざっくり言うと、フォアハンドならフォアハンド、バックハンドならバックハンド、まあ、サーブならサーブ、何でもいいですけど、一つのショットを僕に動画で送っていただいて、課題を伝えます。で、課題を伝えて改善するためには、どうしたらいいのか、練習方法などでも、お伝えしていこうと思っているので、まあそういう形を、取っています。本気で上手くなりたい。もう自分は、これ以上レベルアップできないかなとか、自分一人でどうやったらレベルアップすればいいんだっていうのが、わかんない方たくさんいると思うんで、そういう方を救えればと思います。はい。そんな感じで、気になる方は、僕にご連絡ください。以上です。ありがとうございました。